福岡県朝倉市の覇気小学校に完成した仮設住宅40戸には朝から洗濯機など生活に必要な家電が急ピッチで搬入されています。いろいろね備えていただき線物資もいただけるということで助かります。やっとなんか落ち着かれるかなと思いますけど、やっぱ待ち遠しいですよね。もう避難生活ももう長くなってるからね。覇気小学校の体育館では入居者に向けた説明会が開かれ、ガス、電気、水道の契約手続きなどについての話が進められています。